こんにちは、カーライフエッセンストの吉田美です。吉田美チャンネルの時間です。バイバイ。なんとじゃーん、こちらにやってきました。青山といったらここです。じゃーん、東京青山1丁目にありますホンダの本社前には、昨日見ました、あの素晴らしい最後の最後に逆転優勝したというこちらのマシンが展示されています。昨日の F1、本当もうこれがラストランかと思ったら、私ももうちょっと感慨深い気持ちで見てました。というわけで、ホンダ本社ビル1階のショールーム、ホンダウェルカムプラザ青山の正面入り口のところには、ドドーンとこのレッドブルホンダのマックス・フェルスタッペン選手のマシンが展示されています。こちらのマシンは優勝したレッドブルの F1 マシン RB16B、 そして隣に展示されていたスパークリングワイン、これは公式スパークリングワインでフェッターリというものです。パワーユニットはホンダ RA621H。 ホンダは今年2021年末でF1 活動を終了することを決めているので、レッドブルにとってもホンダにとっても今シーズン絶対優勝したい、そんなシーズンでしたね。タイヤはもちろんピレリ18インチのタイヤを装着しています。レッドブルレーシングホンダ2021年の F1 カラー、かっこいいですね。そして上には We did it together、 ありがとうホンダ F1 チャンピオン獲得というポスターが作られています。青山のホンダビルの前にやってきました。すごいたくさんの人が来ています。優勝した時のポスターがずらり。今回ホンダにとっては F1 復帰7年目で初、1991年のアイルトンセナ以来、なんと30年ぶりの劇的なドライバーズタイトル獲得となりました。アルファタウリのマシンもあります。アルファタウリの F1 マシン A202、 今シーズンは角田選手がドライブしていましたが、今回のレースではなんと4位ですからね。この先が楽しみです。そして一番奥にはドライバーズチャンピオンを獲得したマックス・フェルスタッペン選手の大型パネル。何何、ここにはワールドチャンピオンという文字も書かれています。吉田由美チャンネルでした。チャンネル登録もお願いします。また見てね。バイバーイ。